今回コーヒードリッパーホルダーを作りましたので、これを持って早速パッキングしてコーヒーを飲みに行きたいと思います。ウレタンも綺麗に入ったと思います。今日は自作のコーヒードリッパーホルダーを使ってコーヒーを入れたいと思います。ちょうど今日天気も良くなって空も青空が広がっているので、ちょうどこれが似合うんじゃないかなと思っています。場所は夢の島の横にあるヨットハーバーですね。なんかちょっと夏を先取りした気分でコーヒーが入れられたらなと思ってます。ちょうど、まあ、当てはまっているかなって感じ、いい感じです。色も綺麗ですね。ちょっとワクワクしてます。今日のコーヒー豆は朝入りですね。タイの2020年のタイのコーヒーフェスティバルでサードウィナーになった豆が手に入れることができたので、これを入れて飲んでみたいと思います。豆の色はこんな感じで結構浅いです。Thank you.
一応持ってきたんですけど、まあ大したもんじゃなくて、今日は2つ。一つは、マシュマロ。まあこのぐらいのサイズだとちょうどいいかなと思って持ってきました。クッキーも持ってきたので置いてみます。うん、かわいいっすね。でもちょっと掘ったサイズよりはこれでもクッキーの方がでかいんですね。とっても美味しかったです。